ご視聴ありがとうございます。シです。今回はお分かりいただけただろうか、暴かれたユタボンの教育の正体について国民の意見をまとめました。ユタボン親子のツイートから今現在のユタボン氏の勉強の実態が見えてきましたので、ぜひ皆様にご報告したいと思います。まずはユキヤ氏の最新のツイートから。内容はレンちゃんよろしく。義務教育の教育を受けさせる義務は、言い換えると大人が子供に対して教育を受けられる環境機会を与える義務だから、ユタボンのように学校に行かない選択をした子を無理やり学校に通わせる義務はないって言ってるのに、嫌でもやらなきゃいけないから義務とかわけわからんこと言ってるやつが。このツイートに対して、スイは賛成か、それとも反対か、どちらか二択で答えろと言われたとしたら、スイの答えはこうです。どうでもいいわ。ユキヤ氏の義務教育に関する独自見解はもう聞き飽きたし、そもそもユタボン氏はもう中3じゃん。あと1年切ってる義務教育についてまだぐちぐち言ってるのっていうのが本音です。むしろ中学校浪人させてその主張を引き伸ばすつもりですか。ということで、スイの感想はほどほどにして、ここでスイがユキヤ氏のツイートを紹介した理由は、ユキヤ氏の主張としては、あくまでユタボン氏には普通教育相当の勉強の場を与えているのだということ。この点を押さえつつ、お次はユタボン氏のツイートをご紹介したいと思います。ずっと休会中やった平中ボクシングスクールジムに大会届を出してきた。朝と昼間はオンラインのフリースクールみんなの学園の勉強で忙しいしな。これからはボクシングクラブ沖縄一本で鍛えまくるぜ。人生は冒険だ。ユタボン氏がフリースクールで勉強し始めたのはここ数ヶ月前からです。つまりバスケ部員にボクシングの試合で惨敗するまでは、少なくともジムを掛け持ちするほどボクシング一本で練習していたわけで、この時点では勉強は忙しくなかったということです。この時中2の冬です。もう受験まで1年切るくらいの時です。そして忙しくなったと言っても朝と昼間なんて僕一般的な学生の日常生活レベルですので、忙しくなる前は僕一般的な学生の義務教育が与えられていなかったということになります。さらにもっと前は皆さんご存知の通り、半年以上の間日本一周うまいもん巡り旅行へ行ってましたしね。スタディボーという名前の割に勉強机が備え付けられてなかったことを踏まえても、あの期間での勉強時間はさせてくださいという状況でしょう。実はスイはトラップを一つ仕掛けていました。スイは先ほど、ごく一般的な学生の日常生活レベル、と言いましたが、そこで納得してしまった方、実は違うんです。ユタボン氏のツイートの重要な部分をもう一度お聞きください。朝と昼間はオンラインのフリースクールみんなの学園の勉強で忙しいしな。ポイントは、朝から昼間は、ではなく、朝と昼間は、というところなんです。つまり何気なく読み飛ばしてしまうとユタボン氏の勉強時間はこんな感じだろうと思ってしまいますが、実際はこれが正解だと思います。これがおそらくユタボン氏の言う、勉強に忙しい、という状況です。しかも案件と思われる学校で、ユキヤ氏、義務教育について自信満々に語ってましたけど、大丈夫ですか？そんなの言葉の上げ足取りだと反論する人もいるかもしれないので、そんな人にはユキヤ氏のツイートをご紹介。スポーツ報知も記事を書くんだったらもっとちゃんと書いてほしい。オンラインのフリースクールなのに通学中はおかしいでしょ？オンラインのフリースクールで勉強中ならわかる。ツイッターにはオンラインの意味すら理解できないアホ、いいが結構いるんだよな。まあそんなアホはほっときゃいいけど。他人の言葉の使い方について、アホは、しと指摘する以上、身内の言葉がおかしかったら指摘されるのは当然ですよね。ユキヤ氏、できればでいいんですが、堪忍袋のについてぜひご本人の見解をお聞きしたいです。改めて言いますが、ユタボン氏は来年にはおそらく晴れて社会人です。もう義務教育だなんだって言われることはなくなるので、もう無理にその主張を言い続けなくていいですよ。それでも学校へ行けと言ってくる人がいたら、後悔せばほぼ全員が納得してくれるはずです。うちにそんな金ないねん。ちなみに少し話が遡りますが、2回目のお分かりいただけただろうかがお代わりいただけただろうかになっていたのは気づきましたでしょうか。お分かりいただけただろうかの代わりにお代わりいただけただろうかになっているのをお分かりいただけなかった方は、本当にお分かりいただけただろうかの代わりにお代わりいただけただろうかとなっているかを巻き戻してお分かりいただくことをお勧めします。今回の動画内容について皆さんはどう思いましたでしょうか。よろしければ皆さんの感想もコメントで教えてくださいね。今回の動画は短いですが以上です。最後までご視聴ありがとうございました。